おい、何回同じ相手、同じ球場でやられんねん。マジで。もうこっちはイライラしてきたわ、ほんまに。最後の、萩尾の打席。あの、ツーボールからの、あの、中途半端なファールは何なあれ。結果は別にして、もう、ああいう迷ってるスイングやられると、それはもう向こうの勝ち決まりやって。俺、あの瞬間に俺もう完璧負けたと思ったからな。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、先ほどありました、カープ対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい。まず最初に結果なんですけど、4対3で、ジャイアンツ負けました。カープの勝利です。はい、今冒頭ちょっとね、ブチ切れてしまいましたけども、何回やられてんのって話。うん。同じ相手、同じ球場で、松田、広島、何回やられてんのほんまに。もう、鬼門とかもうええからって感じなんよ。こっちからしたらね。うん。わかるよ。苦手な球場とか、まあ、雰囲気とかあるけど、でもそれを、なんかその、なんて言うんだろう、もう、同じこと何回すんのって話。で、まあ、今日も、まあ、これ見たらわかる通り、14安打打ってるんですよね。あの、巨人。で、まあ、カープも11安打打ってるんだけど、なかなかこれ14安打打って3点っていうのも、なかなかやぞ。ほんまに。うん。だから、まあ、4安打、5安打で3点取れる時もあったら、まあ、10安打以上してもね、3点しか取れないみたいな時があるのが野球やからね、まあ、それもそれで面白いっちゃ面白いんだけど、でもこれはね、ほんま何回も同じことすんなよって話だよ。うん。すいません。もうぶち切れてしまって申し訳ないんですけど。まあね、じゃあ、気取り直して、まず最初に、今日のね、統括メモというか、感想言わせてください。はい、ここです。6回の丸さんのゲッツ、9回の萩尾選手の、まあ、2ボールから、先ほど言いましたけども、2ボールからの中途半端なスイングが、残念で仕方ないと。いうところでございます。はい。確かに、ゲッツー打ってしまうときありますと。で、まあ別に丸さんを攻めたいわけじゃないんだけど、まあ今日の試合展開、まあ終わりました。じゃあ今日どこポイントでしたかって言われたら、もう間違いなくここなんですよ。6回の丸さんのゲッツーなんですよね。間違いなくここなんですよ。うん。で、この僕が個人的にね、すごく、もう見てて、なんて言うんだろう。悔しいというか、なんで僕が悔しいのって話なんだけど、この、萩尾のこの最後の2アウト満塁、代打で出されて、わかるよ、緊張するし、相手ピッチャーね、栗林やしって、わかるよ。わかるけど、あっちもめちゃくちゃアップアップしてんのよ。うん。ほんまにヒットこんだけ集中打食らって、カットボール高め浮いてて、ストライクも入らへんって。ね。で、そこで2ボールになってるわけよ。で、もう、前の打席とか、前のバッターの、配球なんかを見てたら、もうどう考えても、もうまっすぐしかないわけ。うん。カットボールの状態今日悪いから、で、2ボールからさすがにカーブも投げづらいと思うのよ。ボールだったらね、3ボールだから。って考えたらもうストレートしかないのよ。うん。で、別にストレートじゃなかったとしても、もう振ったらいいのよ。別にフォアボール狙いとかじゃなくて、うん。それはね、相手もね、素晴らしいピッチャーだから、そんだけね、何個も何個もフォアボールもらえませんというところあります。で、持ち味がやっぱ積極性って言われてるじゃん。萩尾って。で、今日のエンジンでも、なんか、鬼門がなんちゃらなんちゃらとか言って、言ってたよ。だったらプレーで出せよって。そこで、なんで2ボールから振りに行かへん、ちゃんと。あれがね、別にね、空振りしてたとか。別に普通に振ってファール打ってたら僕何も言わないですよ。それで三振してても別に何も言わないんですけど、そんだけチャンスをもらって、で、ここやった時に、なんでバッターが受け身になっちゃってるというか、もう振りに行ったらいいのに、自分が一番いいと思ったボール、一番もうツーボールなんだから、もう甘めに設定しといたらいいのよ。そこを、じゃあ、例えば、まっすぐやったら、まっすぐ来たら、もう絶対ここ振りますって決めて、思いっきり振ったらいいのよ。もうそんなんで別にボン出して、なんかその、萩尾が悪いとか言うやつおらんのよ。僕が言ってんのは、迷って相手もアップアップしてんのに、自分が何追い込まれてんのって話。
で、スイングかけりゃいいやん。それは1打席で打つのなんか難しいって、そんなん誰だって分かってんのに、なんでそこを、なんかこんなんして、ファール打って、で、結局三振でしょ。そらファンは怒るよって。うん。そんな選手じゃないでしょって。思いっきり振って、そこでやられたらね、バッターもそうだ、バッターもタイミング取れるし、相手からしてもね、うわ、スイングしてきよったって。やばいなって。思うわけよ。それがあんなバーンってファール、あの中途半端なファール打っちゃったら、そら相手も、ああ、相手も追い込まれてるわって。ジャイアンツも追い込まれてるわってなるわけよ。だから、あそこね、悔しすぎて、もう今日絶対言ったろうと思って、ここは。うん。別に結果うんぬんじゃないのよ。別にまあ、三振は三振でもね、よかったの。よかったというか、そのなり方よね。このツーボールからの俺、あのファールだけは絶対許せへんというか。あ、皆さんもちょっとね、ちょっと引いてるかもしれないけど、これはほんまみんな分かっといて。うん。っていうところですいません。いきなり冒頭でね、こんな長々話してしまったんですけども、はい、今日の試合解説やっていきたいと思います。はい、まずね、こっち側で、さらっと得点シーン振り返っていきまして、そして右側で、僕が気になったところっていうか、今僕が言ったようなところを、できるだけ分かりやすくね、なんで小山怒ってんのかみたいなところを、解説していきたいと思います。はい、まずね、今日先制したんで、ジャイアンツだったんですよね。はい。で、2回表、ワンアウト、1、2塁からね、今日ね、門脇選手出てなかったんですよ。で、その代わりに出た伊豆口選手が、これライト前ヒット先制タイムに打つわけですよね。非常にまあ起用した方からしたらね、おー、いいやんけっていう形になるわけですよね。で、ワンアウト1、3塁、これも赤星選手、まあスクイズ。まあその前の、1、2塁の時も、赤星選手がバント空振りして、二塁ランナーの岸田選手が、それを盗塁してね、投げてきたんで、キャッチャーが二塁に送球したんだけど、それをね、かいくぐってというか、三塁に進塁して、一三塁という形になって、スクイズ、セーフティースクイズをして、一点というところで、まあ、相手の、まあ、ミスというか、っていうところにうまくつけ込んで、まあ、二点、今日はね、先制点を取れましたと。で、これ4回裏ですね、ツーアウト一塁から、まあ、ハツキ選手の、まあ、レフトへのね、レフトオーバーのタイムリーありましたと。まあ、後でも言わせていただくんですけども、僕は、ちょっと厳しい意見になるかもしれないけど、ここの秋色選手の守備っていうところ、まあ、送球も含めて、ちょっとね、これね、なんでホームで勝負できないのかなっていうところは正直あったんで、後で詳しく解説します。で、5回裏ですけども、ツーアウト二三塁、小園選手に、レフト前ヒット打たれたんですけども、まあこれ2点入ったわけですけども、これは正直バッテリーからしたらやることはやったかなっていうヒット。うん。まあ結果としては打たれてしまったんだけど、やることはやって打たれたなっていう感じはしました。はい。まあ一塁が空いてるんで、次の末金選手で勝負したりとかっていう選択肢もあったのかもしれないけど、まあそこはね、ベンチとの兼ね合いというか、ベンチと、まあちゃんと決めて、この小園選手で勝負するっていうところになったんで、そういったところでは、小園選手に対しての配球っていうのは、やることやって打たれたなっていうところがあったんで、まあ、ここは、まあ、ちょっと仕方ないなっていうところはあったと思います。で、ここ、6回裏、先ほど言ったように、まあ、6回の、まあ、丸さんのゲッツーが、なかなかこう、雰囲気を変えたよっていうお話ありました。この6回、ありまして、そのゲッツーがありまして、その次ですよね。すぐやっぱり野球っていうのは流れのスポーツだから、そういうプレーというか流れが変わったってなると、すぐ点入ったりするんですよ。で、ノーアウトランナーなし、先頭のね、坂倉選手が今日、4安打してるのかな。これ、もうホームランというところで、1点。完璧にここの6回表の、このゲッツーですよね。はい。で、最後、9回表、ジャイアンツ、非常にこう、追い上げを見せるんですけども、ノーアウト1、2塁まで行って、まあ、坂本選手がレフト前ヒット。まあ、末根兼選手もね、ちょっとこう、守備にもたついたというところがあって、まあ、エラーっていうと、ヒット&エラーと、ワンヒット、ワンエラーというところで、まあ、1点返したんですけども、最後ね、反撃及ばずというところで、4対3というゲームになっております。はい。じゃあ、ちょっとね、声もブチ切れしてますけども、まあ今日のね、ポイントとかいうのを、できるだけ分かりやすく、簡潔に、面白く伝えていきたいと思います。はい、まず2回表でね、まあ先ほど言ったように、まあ今日、門脇選手出てませんでしたと。で、抜擢された伊豆口選手なんですけど、まあこれ非常にね、坂本選手が、レフト前ヒット、秋広選手レフトフライだったんだけど、岸田選手がね、シュートボールを、まあ、引っ張った形で、ヒット打ちますと。で、ワンアウト1、2塁から、伊豆口選手のこれヒット。これ非常に良かったです。はい。
今日の、栗投手ですね。非常にチェンジアップという球種をうまく使ってたなっていうところありました。まあ、左、右関係なくチェンジアップという球種。まあ、栗選手はね、そこまでスピードがないんで、まあ、コントロールでやってるか、まあ、いろんな球種を混ぜてっていうところで、抑えていくピッチャーなんですけども、特にこのチェンジアップっていうところが、有効的に、使えてたんじゃないかなっていう風な、中ですね。この伊豆口選手はチェンジアップを捉えたという形で、ライト前ヒットです。で、先ほども言いましたけれども、1、2塁の場面で、ワンアウト1、2塁の場面で、赤星選手がバーンと空振りして、キャッチャーが坂倉選手が2塁投げたんだけど、岸田選手は3塁に、盗塁をしたというところで、1、3塁になりまして、で、ここで、赤星選手が、まあ、セーフティースクイズという形で、点が入ると。で、これも、まあ、ちょっとね、カープのバッテリーの、ちょっと警戒っていうのも甘かったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いました。まあ、そこにね、付け入れたっていうのは、ジャイアンツからしたら良かったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、最後、ツーアウト満塁まで行くんだけど、この回も。で、吉川選手のね、非常にいい当たりなんだけど、セカンドライナーというところで、まあ、この回2点というところ。まあ、でも2点取られただけはね、非常に大きかったと思います。で、2回裏ですね、ここですね、先頭の末金選手、センター前ヒット。で、ノーアウト1塁で、坂倉選手も、めちゃくちゃね、このセカンドがパーンって跳ねて、まあ、直樹さんを、が取れなくてっていうところで、まあ、セカンドの内野安打。まあ、昨日から試合見てますけども、非常にこの、なんて言うんだろう、ショート。昨日はショートでしたけども、なんかその、内野手、特に二遊間で、なんかこの、球が弾くというか、球がこう、イレギュラーする場合っていうのが非常に多くなってきてるっていうところはありますね。で、ノーアウト1、2塁という場面で、これ、二股選手か。で、これ、バント、サイン出てたんですけど、バントできずというところで、ヒッティングに変えて空振り三振というところで、この選手ね、赤星投手が投げてる間は、マジでノーチャンスでした、今日ね。はい。バッティングも良くないんちゃうかなっていうのを思ってたんですけどね。はい。応援に変わってからはヒット打ったりしてたんで、さすがね、まあ、6番に置いてるだけのバッターからな、というふうに思いました。で、バント失敗でしょ？で、空振り三振でしょ？で、ワンアウト1、2塁で、葉月選手と、林選手、どっちも初球打ってね、サードフライと、セカンドゴロというところで、まあ、ここの回の攻撃見てて、まあ、やはり赤星投手コントロールいいんで、特に、広島からしたらチャンスになると、もう初球からどんどん振っていけと。ファーストストライクからどんどん打ちに行っていいよっていうような作戦が出てるんだろうなっていうふうな、ところは、これ見ててありましたね。はい。で、つい気になるところ、これ4回裏なんですけど、先ほど言ったような、秋広さんの守備なんですけど、まあ、これも、先頭ね、末金選手、ショートゴロ、三遊間のゴロなんですけど、これ、伊豆口選手はね、非常にいい、守備をしたと。三遊間取って、で、無理な、結構難しい体勢なんですけど、そこからね、体の強さ、肩の強さ使って、ファーストアウトにするっていう非常にナイスプレーありました。で、坂倉選手に、まあ、ヒット打たれると。ライト前ヒット打たれると。で、二股選手が、ショートゴロ。で、ファーストはセーフ。で、ここですよね、ツーアウト一塁で、葉月選手にレフトオーバー打たれると。で、別にレフトオーバー、守備位置の、守備位置が浅いとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、これ、まあ、ツーアウトであるんで、まあ、その、打った瞬間に、まあ、その、ランナーは、一塁ランナーはね、ゴーするんですけど、まあ、その、カープのね、まあ、松田スタジアムで、まあ、その、あれ変えられるかなっていうところはあったんですよ。で、その、アーキーロ選手も、こう、クッションボールを取って、ショートにね、中継に返すときに、だいぶ送球それてるんですよ。だいぶ引っ掛けてるんですよ。だから、あれが、ちゃんと、伊豆口選手のね、ここの、なんていうの、胸のところに、送ってたら、ホームワンチャン、クロスプレー慣れたんちゃうかなっていうのはあったんですよ。だからそういうところだと思うんですよね。途中で変えられたりとか、まあ、守備が良くないとか言われてるゆえんっていうのは、多分そういう細かいところだと思うんですよ。まあ、もちろんね、補給の技術とかもいろいろあると思うんですけど、そういう細かいところがこの1点に繋がってたりとかするんで、ここはね、秋野選手ね、反省してほしいと思います。はい。すごくちっちゃなプレーというか、誰もあんまり気づかないようなプレーなんだけど、ちょっとした送球でね、ここに投げて、ショートがそのまま送球するのと、だいぶ引っ掛けて、こうやって取って、送球するのでは、全然その強さも、精度も変わってくるんで、そこはね、ちょっとね、せめて中堅まではちゃんと返してほしいなっていうふうに思いました。はい。で、5回裏ね、次。で、この回、まあ、先ほど言ったように小園選手に、しっかりやることやったんだけど、打たれたっていう場面なんですけど、
まあこれ林選手に、ツーベース打たれますと。で、栗選手ノーアウト二塁でバント失敗と。で、ワンアウト二塁で秋山選手、センター前ヒット。これね、センターのね、オコエ選手、チャージも良かったですし、ホームの送球も非常に良かったと思います。返さなかったっていうのは非常に良かったと思います。で、ワンアウト一三塁で矢野選手がサードゴロ。で、挟んでというところ。しかし、ちょっと時間がかかってしまって、まあ、ツーアウト二三塁っていう形になってしまった。これも、できるだけね、早くアウトにはしたいんですけど、なかなかね、カープのランナーの粘りっていうのが良かったと思います。で、ここですよね。ツーアウト二三塁で小園選手にヒット打たれるっていうところ。で、まあ、ここを、まあ、その、小園選手で勝負しようって、なったんで、それはいいと思うんですよね。で、配球見ていきたいんですけど、まず、フォークボール行ったんですよね。それは、まあ、小園選手はやはりね、初球からめっちゃ振ってくるっていうところで、多分、決め球のフォークボールが行ったと思うんですよ。で、ストライクでしょ。で、ストレートの、インハイかな。で、いうところでファール打たして、ツーストライク追い込むんですよ。で、ここで、ほんまだったらフォークとか行きたいところなんですよ。どっちかっていうとね。高め使ってるんで。なんですけど、ここで岸田選手がインサイドのボール球出すんですよ。で、それって、ピッチャーからしたらめちゃめちゃ難易度高いんですよね。で、バッターも、待ってない球なんですよ。あんまり待たない球なんですよ。ツーストライクから、ツーストライクノーボールで、インサイドのボール待ってるやつってあんまいないんですよ。どっちかっていうと、変化球とか対応するために、外のボール待ってたりとか、ストレートを待ってるんだけど、タイミングを遅らせてね、変化球も対応できるような、マークをしてるバッターっていうのが非常に多いんで、一見ね、投げるの難しいんだけど、決まったら3球で三振取れたりするんですよ、インサイドのまっすぐっていうのはね。で、ここで、インサイドのまっすぐ行ってギリギリボールなんですよね。で、多分小園選手からしたら、おい、インサイド来たぞと。ツーストライクノーボールから、インサイド来たぞって言って、ちょっとびっくりしてるはずなんですよ。で、そこで、最後ね、フォークボール行って、そのフォークボールも、ボール球なんですよね。外のボール球、外の低めのボール球なんですよ。なんですけど、小園選手がこう、うまいことポーンって打って、これをね、三遊間抜かれるんですけど、まあ、これは、もうちょっと仕方ないところありました。まあ、ボール球っていうのもあったし、前の球、こんだけインサイド見しといて、相手のバッターの頭にそのインサイド植え付けといて、それでボール球ヒット打たれるんだったら、ちょっとこれはね、まあ、小園選手が上だったなっていうところあったんで、先ほど言ったように、やることはやったなっていう感じはあったんですよね。で、次気になるところこれですよね。6回まで。ここ、まあ、流れが変わったっていう、先ほど言いましたけども、まあ、先頭で岸田選手、ツーベース打つんですよね。非常に状態がいいと。なんですけども、ここで、岸田選手がちょっと腰かなっていうところを、多分なんかちょっと痛めたような形。まあ、後でちょっとラインしておこうかなと思うんですけど、多分、そんな重症ではないと思うんですよね。医務室に行ってから、一回自分でこう、二塁ランナー戻ろうとした時に変えられたって形なんで、多分そこまで重症ではないと思うんですけど、後でちょっとラインしときます。で、で、これで、まあ、岸田選手変わりまして、ピンチランナー、門脇選手でしょ？で、ノーアウト二塁で、伊豆口選手がバウンドしっかり決めると。で、ワンアウト三塁でピンチいった長野さんなんですけど、ここでフォアボールね。で、ピッチャーこの時に森浦選手に変わってますと。で、変わって速攻ね、フォアボール出してるわけですよ。で、ここですよね。ワンアウト一三塁。もう今日流れ変わったの間違いなくここなんだけど、丸選手が、まあその、ランナー、皆さん覚えてもらいたいのが、一三塁って、一番点入りやすいんですよ。一番点入りやすい。なぜかっていうと、ゲッツー崩れでも、点入ったり、するし、犠牲フライでも点入るし、っていうところで、結構ね、一三塁を作れば、うまいことね、走者が回ったりとか、得点が続いたりってするんですよ。野球っていうのはね。意外と満塁とかよりも、ランナーが詰まってることよりも、一塁と三塁に行った方が、ファーストはファーストベースについたりとか、するんで、一、二塁間が大きく空いたりとか、そういった影響もあって、一、三塁って、一番攻撃がうまいこと回りやすい、その、ランナーの、あの、位置なんですけど、ここで、丸さんが一番やったらダメなことっていうのは、間違いなくゲッツーなわけですよ。で、丸さん足早いんですよ。で、ここでゲッツーを取られるとしたら、おそらくですけども、まあ、セカンドゴロか、まあ、ショートゴロ。まあ、ショートゴロだったらワンチャンス一塁セーフになる可能性もあるなっていう感じなんですよ。だから、セカンドゴロ以外だったら、多分、まあ、打球にもよりますよ。打球にもよるんだけど、大体一塁セーフになるんですよ。だからセカンドゴロ、強い当たりのセカンドゴロさえ打たなければ、1点入るんですよ。ゲッツー崩れで。っていうところで、ここでゲッツーを打っちゃったんですよね。はい。まあ、ここを、その丸をちゃんとやれやとか、そんなことを言うつもりはなくて、
まあ、ここで、それだけはやってほしくないっていうのをやってしまった。まあ、これはまあ仕方ない。そう、やってしまう時もあるんだけど、っていうのは皆さん覚えておいて。うん。一番ゲッツ取られやすいから、セカンドゴロっていうのは。で、まあ、あるから、そういったところね。で、これですよね。今、先ほど言ったように、流れ変わりますと。ここで、これだけはやったらあかんってことをやっちゃうと、やっぱ流れってガーン変わるんですよ。で、大体ね、こういう時に点取られるんですけど、これピッチャー応援になって、で、先頭の坂倉選手、今日めちゃくちゃ調子いいじゃないですか。結果4安打打ってるんですけど、今日。で、これ、ホームラン取れるわけですよ。まあ、ストレートで、ストレート行って、で、スライダー、行って、肩口からのスライダー、カーン打たれて、ホームラン打たれるんですけど、まあ、応援も、まあ、ちょっとスーッと行った、取りに行った感じはあったけど、で、間違いなくこのゲッツーの流れがあって、ホームランになったっていうのはマジであるんで、野球ってほんまにあるんで、こういうのって。はい。そこはね、すごく感じました。今日は流れっていうところ。で、次のところ、これ、8回表ね。8回表も、ジャイアンツチャンス作ってるわけですよ。小林選手、先頭、ライト前ヒット。で、泉口選手がセンターフライなんですけど、ワンアウト中でピンチヒッター佐々木選手がショートゴロ。で、一塁セーフ。で、ツーアウト中で丸選手が、レフト前ヒット。で、ツーアウト一、二塁。で、ここでオコエ選手と。はい。で、いい当たりだったんですよね。いい当たりだったんだけど、サードライナー。で、じゃあなんでいい当たりが、サードライナー、野手の正面に行くのって話なんですけど、これ初球のチェンジアップなんだけど、やっぱり、ちょっと低めに投げてるんですよ。もう真ん中、ストライクっちゃストライクなんだけど、低めに投げてるんですよ。大体ですけど、僕の今まで野球やってきた、まあ、キャッチャーもね、たくさんいろいろ試合出てきましたし、やってきましたけども、大体ですけど、いい当たりされて、野手の正面に行くときって、大体低めに集まってるときなんですよ。うん。もうなんかそういう風にできてるよね、野球って。うん。だからこれがもし、低めの、真ん中低めぐらいだったんだけど、それが真ん中高めとかのチェンジアップをオコエ選手が打ってたとしたら、もしかしたらこれ、外野の頭を超えてたとか、そういったところもあるんだけど、それが真ん中低めに行ってたんで、いい当たりしたんだけど、サードライナーっていう形になったと思うんですよね。だから、高さっていうところは、やっぱり、ピッチャーは、意識しないといけないっていうのは、そういったところにあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここ、最後、9回表。はい。ここ、ピッチャー、栗林選手ね。まあ、めちゃくちゃいいピッチャーなんですけど、結果ね、これ3連打するんですよ。直樹さんがセンター前ヒット。で、カズマが、ショートへの内野安打。で、ノーアウト1、2塁から坂本さんのレフト前ヒット。これで末金選手がこう、ちょっとこう、ファンブルみたいなして、まあ、1点返すわけですけど、まあ、ここまでのピッチング見てて、この3人のピッチング見てて、カットボールめちゃくちゃ浮いてんのよ。カットボールの精度めちゃくちゃ悪いよ。まあ、栗林選手って、力強いまっすぐ、ドローンとしたカーブ、で、カットボール、まあ、フォークとかもあるんだけど、やはり、カウント取りに来るボールって、結構カットボールが多いんですよ。カットボールって、ストレートと同じぐらいの速さ、まあちょっと遅いけど、ぐらいの速さで、多少ちょっと動くから、カウント取ったりとか、バットの芯外したりするのに、非常にこう、効果的なね、ボールなんで、結構、多投したりするんですよ。ピッチャーってね。で、そこで今日、そのカットボールが非常に高めに浮いてるというか、真ん中に集まってるなっていうところはね、もうこの3人、坂本さんまでで僕も感じてたんですよね。解説の人も言ってたんですけど、マジで集まってるなって感じはしたんですよ。で、ノーで1、2塁で秋広選手がこれ、ファーストゴロ。で、まあランナー1塁、残って、で、1、3塁になりますよね。で、ワンアウト1、3塁で小林選手のこれセーフティースクイズね、これ初球セーフティースクイズしたんですけど、これ3塁ランナー、重信さんなんですよ。で、走塁センスも抜群、足も抜群に速いっていうところで、やはり判断もすごくいいわけですよ。で、小林選手がポーンって、セーフティースクイズしますと。で、はじめ、ピッチャーが栗林選手が取れると思ったんですよね。多分ね、重野さんは。だから、ピッチャーに取られるんだったら、間違いなくホームアウトじゃないですか。いくら重野さんの足を持ってしても、さすがにピッチャーゴロでセーフになるのは無理だから、一回ピッチャーに取られると思って、走ったやつをちょっと緩めたんですよ。ちょっとストップしたんですよ。で、栗林選手がやっぱ取れなかったっていう風になって、そっからまたエンジンかけて走ったんですよ。だから、その一瞬止まった、スピードが落ちてるんで、その分、その、二股選手かが、取って、最後、ホームに投げてアウトになっちゃったのはそこの部分なんですよね。だから、よく言えばですけど、ピッチャーに取られるやつじゃなくて、ファーストに取られるぐらいの角度と、
強さで、小林選手はバントをしないといけなかったんだけど、まあ、ここはちょっと難しいなっていうところはありました。で、三塁のランナーからしたら、ピッチャーが取れるのか取れないのかっていうのは、角度的にめちゃめちゃ見にくいんですよ。だから、一瞬止まったと思うんですよね。しげのぶさんは判断がめちゃくちゃいいから。走塁のスペシャリストだから、あ、これもう行ってはあかんと思ってパーンと止まるんですよ。だけど、抜けたと思ってまた走るんですよ。だから、その、止まった分、やはりね、減速してるわけですから、そのせいでアウトになってしまったっていうところ。で、最後ですよね、これ。まあ、伊豆口選手がね、ツアーで1、2塁で、フォアボール選ぶと。で、満塁になりますと、ここ、僕、冒頭でブチ切れましたけども、まあ、代打出てきますと。代打出てきましたと、萩尾選手ね。で、萩尾選手何がいいのって、やっぱ思い切りのいいスイングだよ、というのをみんな分かってるわけじゃないですか。で、相手もアップアップしてると。で、2ボールになりますと。で、僕、2ボールになった時に、これ、僕、声に出して言ってたんですけど、もう振りに行けよと。ただ、振りに行くのも、ボール球を振りに行くんちゃうと。自分が待ってる、例えば、外甘だったら外甘でいいから、外の甘いところの、例えばまっすぐ系を、絶対振りに行くっていう。こういう二段構えというか、ストレートを振りに行きますとじゃなくて、ストレートの、どこどこを振りに行きますっていうぐらい、絞って、振りに行くとこなんですよ。絶対ね、ここは。うん。相手もプロだから、そんなね、再生、ファウルが出ないから。うん。ましてや、この栗林選手って、もう、球界を、代表するぐらいのクローザーなわけですから。で、そこで、萩尾選手が、マジで中途半端な、こんなスイングして、ファウルパーン打つんですよ。もう、その時点で終わりなんよ。終わり、もう僕、打ったっすもん。見てるときに。はい、終わったーって。もう、これ絶対萩尾打てへんって。これで打ったら、大したもんやって。これで打たれるんやったら、それは広島バッテリーが おかしいって言いましょう、僕。もう実際、もう見させてほしかったわ。あ、見てほしかったわ、俺がこうやって言ってるところ。で、結局これ、最後、相手も開き直って、カットボールが浮いてるから、高めに集まってるから、最後開き直ってまっすぐでしょ。で、最後真ん中高めの、ちょっとボール臭いボールを、バーン振って、三振でしょ。そのスイング、ツーボールからしとけて。だから、それしてたら相手にもプレッシャーかかって、もしかしたらフォアボール取れたかもしれないし、もしかしたらヒット打てたかもしれない。だから、そんなスイング、迷ったスイングしてたら、そらあんな速いボール、迷ったスイングで打てるわけないやん。僕、まだ、その、安倍監督のコメントとか見てないけど、これ、安倍監督言うんちゃうかなっていうぐらい、僕はこれぐらい、この最後の、別にその、今日負けたのは萩尾のせいとか言うわけじゃないんだけど、これは絶対ここは振りに行かなあかんって。もうどう考えても、あんなファール打ってるようじゃ、そらダメだって。持ち味なんなんっていうところをもう一回見直してほしいなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日すいません。冒頭からブチ切れてしまいましたけども、すいません。話も長々と話してしまったかもしれないけど、それだけ悔しかったよね。同じ相手、同じ場所で何回も去年、一昨年もそうかな。もうずっとやられてるから、もう、なんとかしたいっていう気持ちはね、やっぱ、ファンなんだけど、あんのよね。で、ちょっとまあ、余談になるかもしれないけど、余談というか、これからの予定の話なんですけど、ちょっとね、ちょっと前アナウンスしてたかもしれないけど、明日ね、ライブ配信ちょっとやってみたいなと思って、初めて。うん。で、OBS っていうアプリがあるのよ。で、それの設定がまだ全然できてないんだけど、明日までに、やろうっていうふうに思ってるし、もしできなかったら、まあ、こういう、ホワイトボードという形になるかもしれないけど、ちょっと皆さんと一緒にね、野球、明日日曜日だし、まあ、デーゲームなんで、ちょっと見たいなって、ライブ配信初めて YouTube でやるんですけど、やってみたいなと思うんで、ぜひね、明日も確か1時半か2時か、そんな感じだと思うんで、試合始まる、ま、10分前ぐらいから、始められたらいいなっていうふうに思ってるんで、ぜひね、ライブ配信明日やるんで、予定合う方はね、見てください。よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、明日は絶対勝ちましょう。勝ちましょう。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。